まあ、砂とかで、何、水？砂とかで車を傷つけないように注意してくださいという記載があります。なんか垂れてきた。はい、皆さんこんにちは。車の大戦カカカシノッピーです。今回はね、こちらアクアシャインというね、コーティング剤をちょっと紹介しようかなと思っております。で、これの特徴はただただ安い、めちゃめちゃ安い。これね、アマゾンで購入したんですよ。そう、アクアシャインって入れると1067円で出品されています。で、まあ、このコーティング剤と、あとこのタオルがついて1067円、安くない？ちょっとね、びっくりしちゃった。こんな安いのあるんですかと。で、まあ、これがどれぐらいの効果があるのかっていうのを、まあ、今回見ていくと、いつもやってる撥水性能を見ていく。で、まあ、安くていいもの、まあ、これが一番最強だと僕は思っているんだけども、まあ、他に安くていいものって言ったら、平作 GP コーティング、これはまあ Amazon とかじゃなくて公式のオンラインショップじゃないと買えないんだけども、平作 GP は金額が1600円からまあ1700円ぐらいだったかな。これもめちゃめちゃ安いんですよ。けどそれよりさらに安いのがアクアシャインクリアというコーティング剤。こんな安いのあるのかねと。で、まあ僕はすごい気に入ってます、この平作 GP コーティングで。アクアシャインクリアの方は使ったことないんだけども、まあ、金額面で言うともう600円以上の差が出ているので、おやおやと、これで撥水が良ければいいんでねえかと思ってます。なので今回はボンネットを半分平作 GP 半分アクアシャインクリアみたいな感じで施工してみて、まあ、撥水の違いとかその辺をまあ見ていけたらいいかなと思っております。結構前からあるねこれ。スムースっていうメーカーなのかな。株式会社 AZ シーンス1955ジャパン、64年前からな。結構なんか新しいメーカーだと思ってたんだけども、結構前からあるみたい。まあいいや、とりあえず使ってみようと思います。で、今回施工するのがこちらのダイハツムーブになります。で、ボンネットの状態は、まあ、コーティングはちょっと落としてあるんだけども、磨きまではやっていません。なので若干、まあ、イオンデポジットみたいのがまだ残っている状態で、こういう人も多いと思います。なので今回は磨かずにこのまま施工をしてみようかな。そしたら、まあ、拭き上げて、まあ、ボディが乾いた状態での施工にしようと思います。まず真ん中をマスキングテープで、こういった感じで、まあ、右にアクアシャインクリア、左に平作 GP みたいな感じで施工していこうと思います。まずはアクアシャインクリアの方から。使い方は、水で自動車に付着した砂、まあ、要は洗車をしてくださいということですね。で、有効成分が沈殿している場合がありますので、使用前に必ずよく振って車体に適量スプレーしてください。で、その後乾いた柔らかい布やクロスで丁寧に磨いてください。繰り返し使用することで輝きが増します。洗車後、水を切ってから使用するとより効果的です。乾いた車体に使用する場合、車体面に付着した、なるほどね、洗車後に軽く水を取って若干濡れている状態でも使用できますよ。で、まあ、乾いた状態の場合は砂とかで車を傷つけないように注意してくださいという記載があります。なんか垂れてきた。まあ、使い方はめちゃめちゃ簡単ですね。普通のコーティング剤と同じ。クロスとコーティング剤で1000円だからね、安いよね。そしたら使っていきます。こっちに飛ばないように。で、乾いた柔らかいクロス、これはね、付属されていたもの、これで拭き上げていきます。まあ、クロスがね、付属されていれば、まあ、これで間違いないと思うので、ありがたいね。うん、いいね、問題ない。まあ、1回の施工でとりあえず様子を見てみます。まあ、全然何も問題ないです。普通に使える、なんかムラになるとかそういうのは一切ない。続いて左側、こっち側に平作 GP コーティングを施工していきます。平作の方が白っぽいね、この液剤が。同じ条件で、まあ、1回施工にしとこう。いいでしょう。まあ、キラサクもムラになりやすいコーティング剤ではないので、まあ、施工は簡単です。そしたら、まあ、マスキングを剥がしてツヤを見ていきます。あ、ツヤね、違いあります。ツヤは違いありましたね。この近い距離でわかるかな。右側はアクアシャインクリア、
左がキラサクで、だいたいこの辺にマスキングがあったんだけども、ツヤがアクアシャインクリアの方が出ています。これはもう明らかな差だね。出てる、この映像でもわかるよね。この映像でもわかるぐらいのツヤのこの違いで、肉眼で見ると結構な差ありますね。キラサクはツヤっていう感じはしないね。マスキング貼ってあったところとそんな大して変わらない。わかる、これ反対側からここに線がまっすぐあるのわかるかな。アップにするとこんな感じ、わかるかな。ちょうど中央のところなんだけども、これはねすごいわ、ツヤいいよいいよ、面白くなってきたね。そしたらちょっと1日放置して、明日撥水の違いをちょっと見てみようと思います。ちょっと側面も一応施工しておこう。アクアシャインクリアのみ側面もいきます。この液剤の色がやっぱね、キラサクより若干薄いね、色が。普通に施工しやすいです。ツヤあんな出るとは。施工してるときはねちょっとよく分かんなかったんだけども、やっぱマスキングすることで全然違うね。ここはまあ分かんないか。けどね、ちょっとぬるっとした感があるかな。いいねいいね。はい、そしたら施工して翌日雨が降っております。でもうボンネットにね水滴がついていて、もうこの距離分かるかな、水滴のね大きさが違うんですよ。ちょっとね中央付近、この辺が境目だと思うので、この辺をアップにしてみます。これ分かるかな、だいたいね境目がこの辺だと思います。で右側アクアシャインクリアの方がちょっと水滴がね、まあ一回り二回りぐらい大きいかな。キラサクの方がちょっとこの水滴の大きさっていうのが今少ない感じ。これはね多分撥水力でこの水滴の大きさが違うんだと思います。僕の見解だと水滴が小さい方が撥水力が高い、そうだと思っています。なのでちょっと今からちょっと水をねかけてみてどうなのかっていうのを見てみようと思います。いきますよ。まず、まあ、いつもおなじみキラサク GP、 あーすごいね相変わらずこの撥水は。で続いてアクアシャインクリア、アクアシャインクリアも、まあ、撥水してますしてるけど、どっちの方がまあ撥水が強いか撥水力があるかって言ったら、やっぱりアクアシャインクリアの方はこういう風に強い水をかけると塊になるっていうのかな。けどキラサクの方は全然塊にならず、なんならこの水の中になんか泡があるような感じ。もうこっから違いますね。どういう風に分けたのかっていうのがすごい分かりやすいぐらい、この撥水っていうのは違いが出ています。そしたらちょっと遠目から水をかけます。今ね撥水力はキラサクの方があるって言ったんだけども、どっちの方がいいどっちの方が悪いとかそういうのではなく、まあ、こういう感じですよっていうのを見てもらえればいいかなと思ってます。こういった感じだね、わかるかな。まあこういう弱い水だと、まあ、撥水力はそれなりにあるので、アクアシャインクリアもキラサクと似たような感じで滑り落ちるけど、まあ水滴の残りがやっぱりね違うね。キラサクの方がその撥水力が強いから、まあ、小さい水滴でもすぐバーって流れ落ちてくれる。こっち側アクアシャインクリアをメインで映します。どう、まあ、全然違うよね。この違いはねそれなりに大きいと思います。で例えば近い距離で水をかけます。そうするとまあ塊になりやすいので、こういう水引き系のその動きに自分ですることができる。これはこれでねメリットでもあると思います。このキラサクだとどうしても分かる、この近い距離で水をかけてももう即分裂、撥水力が強すぎて、なんかまあゆっくりやっても結構ねこういう風に水滴が残りやすい。でこっちはまあ一つの塊にできるので、こういう水引きみたいな動きができる。こっちがね難しいんですよ、もう強すぎてゆっくりやっても弾いてしまうと、そういうことです。あ違うね。あとツヤを見てみようか。ちょっと遠目から撮影しています。どうだろう、わかるかな。角度をいろいろ変えてみて、あーまあうっすらあるな、ここだな、この線。これねカメラで映らないレベルだと思います。まあちょっとねいろんな角度で自分も見ながらこうやると、あここかなっていうのが
あるぐらい。昨日はねすごい違いが出てたんだけどもね、うん、艶はちょっとねまあまあまあ分かんなくはないけど、すごいはっきりとした差っていうのはないかな。そしたら側面も一応施工しておいたので、アクアシャインクリアね施工しておいたので、ちょっとこっちも水かけてみます。でもまあ撥水はしてますよ。1000円だよこれ。まあそう考えるとすごい1000円だもん。2,3000 円でこれぐらいの水はじきのやつとかザラにありますよ。すごいわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はアクアシャインクリア1000円のコーティング剤、これをね使ってみました。で使ってみた感想は、まあ施工は普通にしやすいで、施工終わってまあその全体に施工を最終的にしたんだけども、車乗ろうと思った時にすごいうわ滑るなっていう感覚がありました。なんだろうな、もうツルンツルンっていうかもうサラッサラぐらい、あれあれあれ、あこれコーティング施工してあるって分かるぐらい、まあすごい滑りが良くなっていました。で撥水性能はまあ撥水はもちろんしてたんだけども、まあキラサク GP と比べるとキラサク GP の方が撥水力が高め、それがまあどっちの方がいいのかっていうのはまあ皆さんでお選びしていただければいいのかなとは思ってます。やっぱその撥水が強すぎると、まあ洗車の時にね引き上げがちょっと大変ですよっていうデメリットもあったり、まあ、それを若干ねこのアクアシャインクリアみたいに抑えてあると水引きみたいのもできるので、ちょっと吹き上げやすいですよ。なんかそこら辺の判断は結構ね非常に難しいところ、まあ、好みとかあと洗車の仕方とか、まあ、効率を求める人求めない人とかでもいろいろ変わってくるので、まあ皆さんで判断してもらえればいいのかなと思ってます。まあそれよりねやっぱりちょっと今クロスがないんだけども、クロス付きで1000円、このね値段だよね、これは相当安い、びっくりした。1000円で、ツヤはねちょっと施工直後は出てたんだけども、今あちょっとあるねぐらいなんだけども、まあ普通に撥水して、まあ、綺麗になるすべすべになるで、この量入って1000円、これはねとてもねお財布に優しいコーティング剤だなと思いました。なのでね気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。いや、安いよ。これはね、安いよ。